はい、ジュン君。おはよう。はい、あ、それですか。はい、どうぞ。おいで。はい、おいで。おいで。はい。はい、やりましょう。いいね、ジュン君。はい、はい。はい、ちょっとこっちね。こっちおいで。おいで、おいで。ジュン君、おいで。はい、めっちゃ考えてる。なんでってなってこっちに来てくれないのって、じゃあここをやっちゃうよ、ほら、はい、いい子だ、いい子だ、いい子だね。はい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 、僕が行くんですかみたいな。じゃんけん、じゃあこれ行っといで、こっち、こっちおいで。この距離だとおいでの距離じゃないんだね、きっとね。届くじゃんってなんだ。僕いますけどみたいな。僕いますけど、なんでですか。はい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 。はい、ジャン君。ジャン君届かない。ジャン君届かないって。ジャン君。ん？ジャン君。どうしようかな。どうしようかな。どこが行くのかな。ジャン君。どうなのかな。このまま行っとけば来てくれるのかな。おいでおいで。おいでおいでおいで。どうしようかな。はい、来た。はい、行ったじゃんね。おいで。あ、もうちょっと。はい、やらしい。はい、コンクラベ勝ち。ポンちゃん。でもどこ行っちゃった？後ろでご飯食べています。あら、そういうこと。ポンちゃん。はい、ではポンちゃんもこっちの短い方でね。ポンちゃん、おポンちゃんすごく取れる。ちょっとブラシ変えよう。
ごい毛の量だね。はい、またこれね。はい。移動しちゃうとできないよ。ジャン君のコスプレ第1弾。かわいい。土俵入り。え、違う。なんか、土佐犬がつけるやつみたいに見えるんですけど、これはどういうこと？でもそれをペットショップで売っておりまして。なんか回しみたいだけどね。そうだね。はい、ジャン君。ま、何をつけてもかわいいっていうことで。お祭りだからね、ジャン君。お祭り？あ、違う、お正月、うん、お正月だもんね。なんて言えばいいんだろうね。まあ、めでたいと、うん、だってもうことで富士山ついてるよ。牛さんと富士山は。あとでここにお餅置くか、うん、それでもう一回取ろう。はいはい、鏡餅とジャン君。なんかもう鏡餅には見えないな、ね、なんかドームっぽい。ジャン君、大きいから下で使うかと思ったけど、いいよ。ジャン君がですね、今日は大晦日なんですけれども、朝からなのかちょっと気づいた時からですね、トイレに頻繁に行って、おしっこをしようとするんですが、ちょっとしか出ないという感じになっています。今ちょっと近所の病院に電話をしたらやってるということなので、連れて行こうと思いですね、こういう状況です。急遽2年前に使ったキャリーですね、これを今準備しています。さあ、ジャン君入ってくれるんでしょうか。辛そうにはしていないので、多分まだそんなに大変だとは思わないんですけれども、一応お正月のね、お休みの時期にもし何かがあったらと思うので、
今日中に連れて行きます。ジャン君なんとなく嫌な予感がしているようですから、はいはい、ジャン君をキャリーに入れたんですけれども、入れて取り出したところ、ポンちゃんが、ポンちゃん大丈夫だからすぐ帰ってくるからね、はいはい、こっちはこっちで、よいしょ、はい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 、大丈夫だよ、はいはい、ジャン君、ジャン君大丈夫だよ、はいジャン君、ちゃったね、はいはい、はい、ジャン君、ジャン君、はい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 、よいしょ、見てるジャン君です、ジャン君、ニコね、うん、ニコさん、本当はちょっとね、逃げ出したり暴れたりする心配があったんですけど、うん、大丈夫そうだね、うん、そこぐらい怯えたんだよね、リコさんに、あ、口もそんなに開いてないね、はい、はい、オッケー、はい、いいですよ、ありがとうございます、リコさん、頑張りか、じゃあ、あの、はい、暴行への疑いということでですね、今日は、おしっこが溜まっていないので検査はできないので、まあ、年明けだね、で、薬だけいただいていきます、注射してね、はい、はい、帰るよ、はい、帰りますよ、はい、はい、帰ってきたよ、帰ってきたよ、はい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 、ポンちゃん、ポンちゃんの方が大変じゃん、はい、帰ったよ、止めて、ポンちゃん、ポンちゃんどいてくれないと入れない、はい、違うんだよ、ポンちゃん、ポンちゃんそういうことじゃないんだ、ポンちゃん、ポンちゃんここから出ようとするでしょ、はいはいはい、入って、はい、どうぞ、はい、どうぞ、どうぞ、はい、はい、ポンちゃん、はい、どうぞ、ポンちゃん、いい感じでしたね、重かったよ、はい、よかった、何事もなくて、ポンちゃん、すごい、部屋がめちゃめちゃだけど、はい、結局、大汚しになっちゃいました、物をいっぱい取り出しちゃった、ジャン君、お掃除じゃなくて、お汚し、お家だからしました、はいはい、はい、一応ですね、膀胱炎の疑い、注射を1本打ってもらってですね、薬を4日分いただきました、え、4日分って言ったかな、4日分って言ったよね、4日分だったっけ、まあ、いいですな、で、年明けにジャン君をまた連れて行きます、4日になってた、もう8です、あ、そう、うん、もうキャリーを出しただけで逃げるでしょう、うん、覚えちゃう、ジャン君、あら、ジャン君、はい、はい、で、ジャン君もう怖いことないよ、はいね、あら、はい、ジャンちゃんがさ籠城中です、はい、ポンちゃんがさ、心配してたよ、ジャン君、はい、大事件だったね、じゃあ後で待ってるからね、おいでね、はい、はい、ジャン君おいで、おいで、おいで、はい、今日は頑張ったから多めに、うん、って言っても今日いっぱいやってるよ、ジャン君毎日いっぱいやってるよね、
はい、出した。じゃんかん、おいで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 、はい、おーい、じゃんくん、じゃんくん、はい、はい、これやろう。はい、めっちゃ甘いとこですね。はい、ジャン君、はいはいはいで、はい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 、あ、そうか、背中に注射打ったからあんまり背中はやんない方がいいかな。おしっこ出るといいね。はい。ジャン君が落ち着きました。ですね。病院から帰ってきてからも頻繁にトイレに行くんですが、おしっこが出ないみたいで大変でしたが、眠りました。今はすやすや寝ています。その後ですね、さっき、ポンちゃんが例のこたつ型のですね、キャットハウスというかの中でなんか夜泣きをするような泣き方を始めました。で、やっぱり怖い思いをしたりすると眠っている時に何かこうフラッシュバックがあるのかもしれないんですが、よしよしって撫でていましたけれども、のそのそ出てきてですね、ジャン君のところにかわいいね、寄り添って寝ています。この2人の絆はすごいです。今日はちょっと大晦日なのに、大変な一日でしたが、多分大丈夫でしょう。薬をですね、明日から飲ませます。はい、今ですね、11時51分、あとちょっとで新年を迎えることになりますよ。そう、ちょっとバタバタしちゃって遅くなってしまいました、ごめんね。年越しチュール、年越しチュール、年越しチュール美味しいね。よいしょ、なんか若干慌てて食べないようにね。そうね、ジャン君はだいぶ寝てる時間が長くなったので、ね、あれなんだけど、起きるとね、やっぱりちょっとトイレに行くんだよね。まだやっぱり注射はしたけど、まあ第1回目だからね、うん、明日から、錠剤を砕いて粉にしてチュールに混ぜてあげるということになります。はい、ジャン君頑張ってね。今日のこれです。チキン、はい、チキンスープ味、はい、鶏ささみチキンスープ味です。はい、じゃあ良いお年を。良いお年を。新年を迎える時にもう一回撮ろう。2020年があと10秒ほどになりました。5、4、3、2、1、0。2021、あれ1秒違ってたかな、うん、2021年が明けました。クロケンはおめでとう、そしてマオイママさんは普通。えよくわかりませんが、ちょっとね、身内にいろいろありまして、新年を普通にお祝いをするのははばかられるということでですね、今年はこのような形になっております。何にせよ今年はいい年になりますようにということで、はい、ポンちゃんはおめでとう。言いたい、うん、ポンちゃんはおめでとうだからいいんじゃないの。ポンちゃんはおめでとう。そして、はい、ジャン君も
おめでとう。ギリギリで、どうやら膀胱炎じゃないかということで薬を飲むことになりました。年明け早々病気からスタートですよ君。ちみちみ、ということで、そうね、うん、まあ、寒いせいもあるのかなとも思うんですが、きっちり治していきましょうということで、2011年です。いいえ違います、2021年です。そうです、数字弱いし。はい、2021年カツオが上がったぞ。なんじゃこりゃ。さらにさらに大変です、年越しうどん、どひゃ。これいただき物です。どうもありがとう。ありがとうございます。きっとポンちゃんから順にポンちゃん入るとあれだね、海苔みたいだね。海苔、カレーうどんって書いてあるよ。はい、美味しいカレーうどんの、どん兵衛みたいなやつ、カップうどん、カップうどんってやつかな。はいはい、いただきました。まだね、出したばっかりでまだねちょっとシワシワしています。圧縮袋に入って小さくなって届きます。それを開けたばかりなのでシワシワです。もうちょっと経つとパンパンになるかと思われます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。